ートレース江戸川オール東京支部のメンバーが揃いました第43回の大江戸賞です。大江戸賞らしい水面もありましたけれども、優勝戦12レースは西日と青空が出迎えています。対戦メンバー1号艇飯山康史、2号艇小林康史、3号艇荒井翔吾、4号艇奥平拓也、5号艇前澤武史、6号艇佐藤大輔、以上6選手の対戦です。陰線は1番の飯山康史です。予選トップ通過、準優イン逃げ、去年の大江戸賞と同じく優勝戦絶好枠掴んでいます。2コースには2番の小林康史、昨日は狙いがバッチリ決まりました。今年初 V がかかります。3コースには3番の荒井翔吾です。大江戸賞初輸出になります。予選4勝を挙げた力を生かしたいところです。引っ張って角位置、4コース4番奥平拓也、2節連続輸出と千葉のベテランが気を吐いています。5コースには5番の前澤武史、外枠からシャープな旋回で今年3回目の V を目指します。大外6コースは6番の佐藤大輔、選んだチルトは一度です。大外から一撃になるでしょうか。人気は1番飯山康史、去年のリベンジがかかる陰線です。相手はその横2番の小林良康史が人気です。優勝戦12レース、新入員から1番2番3番4番5番6番です。さあ行こう、優勝戦12レース、スタートしました。外の2人、5番の前澤、6番の佐藤、わずかに好スタートですが横一線になって1マークです。1番飯山の2線、3番新井、3コースからまくっていく、内側から2番小林の差し、まくり出しは5番の前澤、バックに入っていきまして3番新井の内側から5番の前澤、さらに内側からは2番の小林、波乱の決着に今年もなるんでしょうか。3番手3人横並び、スタートは前提成長でした。一瞬にマーク、トップ争いですが2番の小林が最内か、いや6番の佐藤が内側から来ましたが2番の小林が先に回る、差しハンドルは5番の前澤、ホームへと戻ってきまして先頭争いは5番の前澤が内側入ってきました。2番の小林外側、その後ろ離れた3番手は4番奥平と外側には6番の佐藤でレースは2周回目に入ります。2周回目の1マーク、トップ争い、2番の小林が先制する、5番の前澤差しハンドルですけれども、回ったところで2番の小林康也がトップを奪いました。3点審査、2番手には5番の前澤、離れた3番手は4番の奥平が先行しまして、1点審判差は6番の佐藤、3番の新井、1番の飯山、最高峰です。2周にマークへと移っていきます。2番の小林がトップ旋回です。5番の前澤が2番手、3番手は6番佐藤、先に回りまして4番の奥平が差し返してきます。3番手わずかに体勢優勢は4番の奥平拓也で、レースは最終周回に入ります。先頭は2番の小林康史です。先月の若松から3連続輸出、上向いてきた小林が今年初 V を目指してきます。2番手5番の前澤、そして3番手争いは4番奥平の内側を6番の佐藤が攻めていきますけれども、バックの中間地点ではわずかに4番奥平が前で最終ターンマークへと向かっていきます。昨年10月の江戸川以来、江戸川2回目、通算8回目の V になります。2番の小林康史トップで最終ターンマーククリア、2番手は5番の前澤、3番手6番佐藤が再び先行する、4番の奥平の差しは届かず3番手逆転か、まもなくゴールです。優勝は2番の小林今ゴールイン、2番手5番の前澤、3番手は6番の佐藤です。4番奥平、3番の新井、ラストに1番の飯山ゴールインしています。ボートレース江戸川第43回大江戸賞、優勝しましたのは2号艇小林康史選手でした。おめでとう。優勝戦を迎えました。バックストレッチ側の各選手です。番号の通りに現在は並んでいます。優勝戦12レース、ファイナリストは1号艇が金子龍太、2号艇は長岡亮也、3号艇は吉川義次、4号艇は村上亮、5号艇菊池峰春、6号艇は村松修司、以上6人の対戦、スタートまでは1分を切りました。整水面です。優勝戦インコースは1号艇の金子、待望の初優勝に向かってこの地元でチャンスを生かし切るかどうか。優勝戦進出はこれが9回目、デビュー初優出もこの桐生、一昨年のゴールデンウィークのシリーズで優勝戦進出を果たしていました金子です。そして2号艇長岡、3号艇吉川と両選手はとも、に昨日の準優勝戦でシリーズ4勝目を飾りました。2号艇長岡は準優勝戦では
06トップスタート速攻を決めていました。3号艇吉川3コースで、角1は4号艇の村上、前回前々回とこの桐生で優勝、3連続優勝 V3 となるか。そして5号艇地元メンバーの菊池、73号機江口選手の優勝モーターを手にしています。アウトコースは G1 タイトルホルダーシリーズ初日ドリーム戦を飾った村松、枠成3対3優勝戦、スタートが切られました。並んだスタートになりました。さあインコース1号艇金子逃げ切るか、第1ターンマーク向かっている。そして2コース2号艇並んだところから長岡差し、中をついた3号艇吉川ですが、1号艇金子龍太押し切りました。リードは3艇身くらいあります。さあバックストレッチ、このまま優勝につなげるか。その後ろは5艇、2番手争いは激戦になっていますが、6号艇内から村松、その外は4号艇の村上、さらに外は5号艇の菊池となって、あとは中をつくか2号艇長岡、2マーク旋回直線コースへ入る。準優勝争いは激戦ですが、1号艇金子龍太は大きなリードになりました。逃げ切りの体勢で2周目に入ります。なおスタートは正常でした。金子先頭逃げました。2番手争いは3艇だ。中2号艇長岡優勢か、内からは4号艇の村上が2番手は先に回ります。2号艇の長岡が指して、2番差し5号艇菊池が続いて、バックストレッチ2番手争いは接戦で、あと後方では3号艇吉川5番手、6号艇村松の順でバックストレッチ中間点を通過、第2ターンマークへ向かう。2周2マーク、あとターンマークは3つ。1号艇金子がまずその一つ、2周2マークをトップで折り返しました。直線に入っています。2番手争いは3艇横に広がった。内いっぱいを2号艇長岡が指していって、4号艇外は村上、2番手3番手は3艇審査、2番長岡2番手3番手が4号艇村上で600を切りました。ファイナルラップ1号艇金子が逃げている。リードを大きく取っていまして、最終周回のバックストレッチへ出ました。2番手2号艇長岡、3番手は4号艇の村上、あとは3号艇吉川、その後ろは5号艇の菊池、6号艇村松の順となっています。2連単の1、2は 3.3 倍、3連単1、2、4、8.1 倍。さあ優勝に向かって金子龍太が、あとはターンマーク1つしっかりと回り切りました。ゴール前直線コースへ入ってきました。優勝に向かう、デビュー初優勝に向かいます金子龍太。地元2番手2号艇長岡、4号艇村上でゴール、優勝1号艇金子龍太、デビュー初優勝ゴール。続いて2号艇長岡準優勝、4号艇村上が3着、5号艇菊池、3号艇吉川、6号艇村松の順でした。4日間の短期決戦、ここまでの優勝争いは初日の選抜メンバーから勝ち上がったのは2人のみと激戦の展開となりました。第5回週刊大衆杯12レースの優勝戦を迎えます。今日は途中一旦収まった風でしたが、先ほどから再びスタートライン上では向かい風、現在もその向かい風が続く優勝戦です。スタートまでは1分を切りました。コース枠番通りで決まっていきます。安定感で大きくリード、シリーズリーダーは1番の小月博士、ゆっくりと1コースに向かいます。陰線初日0台の再現なるかどうか、1コース1番の小月、2コースこちらもオール3連隊、強気の攻めで勝ち上がってきた2番の鈴木勝弘、3コースは昨日は技ありの連勝で逆転のファイナル進出、3番の関博也、4コース角1はレース巧者ぶり発揮、5年ぶりの優勝へ4番加瀬智弘、5コース5番の安田雅彦、ここまで1勝のみも上昇中のモーターが後押しです。6コースには充実の走り、地元では実に11年ぶりの優勝になりました、地元ただ一人6番の秋田健太郎。6コース進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。ダッシュ勢がいいスタートになった。しかしスロー勢、3艇もすぐさま伸び返す。インから先は1番小月、マクリンク3番関届きません。真ん中バローというところ、しかし内から2番の鈴木の差しが伸びてきた。さあ優勝争いは1番小月逃げるも、先かかった2番の鈴木並びかける、すぐ後ろには5番の安田、スタートは前提正常。さあ前の争いは2番の鈴木、内から5番の安田、この外からつけまいで1番の小月一気にかわしました。
もつれかけた攻防でしたが、1番の古月がここで抜け出して、2番手には差してきた5番の安田が2番の鈴木をかわしていきます。優勝戦は2周目、その鈴木は切り返そうというところ。さあ競り合う形の2番手争い、後ろからは3番の関ですが、こちらはまだ届いていません。振り切ったのは5番の安田、抑えて2番の鈴木をかわしました。ここで2番手5番の安田が2手進リード、打ちをついてもう1回2番の鈴木、2周に幕の旋回。先頭は1番の古月がリードを広げます。2番手5番の安田、ここは完全に2番の鈴木を封じて、ホームストレッチでは 2,3 番手、差は3手進ほどに開きました。優勝戦これから最終周回です。先頭が1番の古月、リードは5手進以上大きく広がっています。2番手追走5番の安田、さあもう一度内を狙ってきた2番の鈴木、先に待った1幕でしたが、刺してかわしました5番の安田。2番手取り返しまして、優勝戦兵庫勢のワンツー体制。リードはこの辺りでは5番の安田3手進ほど、2番の鈴木は3番手。最終ターン幕の旋回、先頭1番の古月博士、1周2幕鮮やかでした。昨年3月以来通算25回目の優勝、戸田はこれが2回目の優勝です。先頭1番古月優勝合輪、5番安田合輪、2番鈴木合輪、3番4番は接戦で合輪、6番秋田合輪。6号艇の石川真嗣がうちのコースを取りに来ます。5日間シリーズのボートレースチケットショップとさ解説、25周年記念迎えるカードは今シリーズのラストカード、優勝戦第12レース。対戦メンバーは1号艇大場元明、2号艇深川真嗣、3号艇浦野海、4号艇前出たすき、5号艇中島誠一郎、6号艇石川真嗣、以上の6選手から争います。スタート天地の並びは1番2番6番3番、ダッシュが4番5番4対2と分かれていました。インコース1号艇の大場元明構えました。初日連勝発進、ここまで4つの白星を挙げています。人気を集めています。隣にコースには2号艇の深川真嗣、準優2コースからの差し切り勝ち、6号艇の石川真嗣、スタート天地と同じく3コース。4コースの角を選択しました。3号艇の浦野海です。初めて予選を突破して、準優3コースから差し切った3号艇の裏の本番レース4コースの角、4号艇の前で立つき5コース、4号艇の前で3号艇の裏のは初優勝を目指します。大外6コースは5号艇の中島誠一郎、3対3進入インから1番と番6番ダッシュ、3番4番5番です。スタートしました。2号艇の深川、いいスタートを切りました。1周1番区、1号艇の大場が伸ばして逃げる、2号艇深川の差し、外は3号艇の裏のバックスレッジ押し切っています。1号艇の大場が先頭、2番手2号艇の深川の内から5号艇の中島、直後6号艇の石川、4号艇の前で3号艇の裏のが続いて、スタートは正常でした。1周2マークの旋回です。1号艇の大場がトップで1周2マークから直線コース、2番手5号艇の中島、2号艇の深川内入ってくる、5号艇中島のうち2号艇深川、2番手2号艇の深川、2艇進ほどリードを取っています。統計前3番手は5号艇の中島、2艇進差、2艇進半差、4号艇の前出が4番手です。2周1マークの旋回です。2番手2号艇深川、4号艇の前出内から、さらには5号艇の中島、バックストレッチ定間差を詰めようとしましたが、2番手はリードを広げて2号艇深川、3番手5号艇の中島、4番手が6号艇の石川です。後方4号艇の前出と3号艇の裏の2周2マークの旋回、1号艇オーバー、そして2号艇深川、先頭2番手、3番手は5号艇の中島、レースこれから最終周回に入っていきます。先頭は1号艇のオーバー、じわじわ定間差を詰めてくるか、2番手2号艇深川、先頭2番手の定間は4点進から5点進差、最終周回1マーク、1号艇オーバー、2号艇深川、最後のバックストレッチ、3番手は5号艇の中島、上位体勢は1番2番5番の体勢です。4番手は6号艇石川、後方は3号艇の裏と4号艇の前で、
インから押し切りました。人気に応えた1号艇のオーバー、今シリーズ5つ目の白星は今年2回目、通算では15回目の優勝となりそう。ラストターマーから直接コースへ、2番手は2号艇深川、3番手5号艇中島の体勢、まもなくゴールを迎えます。先頭は1番のオーバー優勝の5塁、フッタ番深川、5番中島5塁、6番石川、3番裏のラストは4番前で5塁。ボートレース若松パイナップルナイターデイリースポーツ杯、いよいよファイナルです。優勝戦第12レースのファンファーレが鳴りました。今節の文字通りベスト6は、1号艇広島の辻栄造、2号艇広島の西野翔太、3号艇福岡の中田達也、4号艇広島の北川幸則、5号艇山口の柳生大二、6号艇福岡の岩崎雅也、以上6名による対戦です。人気を背負っているのは1号艇の辻栄造。ここまで10戦9勝、コース不問の多彩な攻めでシリーズを牽引してきました。最後も陰線、1号艇辻が1コースに入ってきます。そして2コースには2号艇の西野翔太、当地連続優勝がかかっています。ここまで4勝3連敗の西野が2コース、3コースには3号艇の中田達也、非力なモーター仕上げて地元で連続優出です。3艇引っ張ります。本番では枠番通り4コース角に4号艇北川幸則、行き足を生かしてシリーズ最ベテラン元気いっぱいの走りを見せてきました。5コースには5号艇柳生大二です。準優は西野に再三詰め寄っての2着、徳山からの連続優勝へ、そして大里から地元の実力者が虎視眈々と勝機を伺います。6号艇岩崎雅也、1番2番3番4番5番6番でスタートしました。ほとんど差のないスタートになっています。第12レース、その後は1番2番3番と出ていって1枠、逃げる1号艇辻をまくる3号艇の中田、そして2号艇西野に4号艇の北川、先頭は1号艇の辻栄造が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げています。1号艇辻が先頭、2番手は2号艇西野、内を取って3号艇の中田が上がっていきます。2枠の旋回、トップで回る1号艇の辻、続いて2号艇の西野、3番手3号艇の中田、外から6号艇の岩崎が強襲、内側からは5号艇の柳生、3番手は5番3番6番三つどもえ、最後方に4号艇の北川、優勝戦は2周目に入っています。先頭は人気を背負った1号艇辻栄造、2周1枠をトップで回り、2番手2号艇西野、そして3番手6号艇の岩崎を挟むように5番3番と旋回します。外から3号艇の中田がリードを奪って3番手、上位3艇は1番、2番、3番です。その後ろに5号艇柳生と6号艇岩崎が並んで、最後方は4号艇の北川幸則。2周2枠、先頭は大差をつけた1号艇の辻、続いて2号艇西野、3番手は3号艇の中田。上位3艇、1番、2番、3番の順で優勝戦はこれから最終周回です。先頭をひた走るのはシリーズリーダー1号艇の辻栄造です。多彩な攻めで白星を並べてきた辻、優勝戦はしっかりと逃げ切っています。2番手2号艇の西野、3番手3号艇中田が柳生の攻めをかわしています。最後のバック上位体系は1番2番3番です。この1、2、3の組み合わせ、3連単のオッズは 6.8 倍を示しています。人気にきっちり応えてラストターンマークトップで迎えるのは1号艇辻栄造、これが通算79回目、今年4回目、若松では G1 含めて5回目の優勝ゴールへ、1、2、3で間もなくゴールです。先頭1番辻優勝5輪、2番西野5輪、3番中田5輪、5番柳生5輪、6番岩崎5輪、4番北川5輪、以上優勝戦前提5輪しました。さあ潮は間もなく最干潮を迎えます。一方ボルテージは最高潮、
G3 のマンスリーボートレース杯争奪宮島プリンセスカップ、華やかに6日間お送りしてまいりましたが、いよいよ大詰めの第12レース優勝戦を迎えました。対戦メンバーは1号艇鎌倉涼、2号艇小野聖奈、3号艇平田紗耶香、4号艇土屋美咲、5号艇山川美幸、6号艇島田渚。以上6選手の対戦です。動きはありません。インコースどっかり構えます。1号艇人気の中心鎌倉涼、予選オール2連隊のシリーズリーダー、仕上がりに不安なし。2コース2号艇が小野聖奈、ようやく乗り心地がきましてスピード自慢の本領発揮か。3コース3号艇平田紗耶香は初日連勝から始まって、ある意味盛りだくさん具だくさんの今シリーズ、もう一丁あるか。4コース角にして4号艇土屋美咲も、当地のオールレディースは3連続優出、過去2度は2着です。もちろんその上狙います。5コース5号艇山川美幸もベテランのうまさと当地相性の良さは健在。そして6コース6号艇島田渚は絶品の回り足生かしてどこまで迫るか。3対3で第12レース優勝戦、進入インコースから1番2番3番4番5番6番でスタートしていきました。ほぼ横一線、わずかにスローが好スタートでありますが、1周の1マークは逃げて1号艇の鎌倉、外前3号艇平田は膨れた、内をついては2号艇4号艇と刺して続いてバックスレッジ、さあ前を締めていく。1号艇鎌倉が一定身リードを取って2番手争い3艇、内から4号艇2号艇3号艇が並んで、後ろに6号艇5号艇、スタートは正常でした。1周2マークトップ旋回1号艇鎌倉、2番手からは4号艇先手を取って土屋、握って2号艇の小野で、ホーム側2マーク1号艇鎌倉が若干ボートが跳ねながら流れはしましたが、2停身キープします。2番手に上がった4号艇が土屋、3番手2号艇小野の内から3号艇平田がやってきます。レースは2周目の1マークでトップ1号艇鎌倉、続いて4号艇2番手は土屋、3番手内から3号艇合わせていく平田を握り込んでかわした。2号艇の小野が抱いて回って2停身、上位待機1番4番2番です。4番手3号艇平田がまだまだ粘って、その後ろは6号艇5号艇と続いています。一方トップは人気に応えて2周の2マーク、1号艇の鎌倉涼、2番手は4号艇土屋美咲、3番手2号艇小野聖奈がここでリードを広げて、上位体系は1番4番2番。レースは最終周回に入りました。最後もきっちりと押し切りました。1号艇は鎌倉涼、トップで3周の1マーク、2番手争いさばいたのは4号艇土屋美咲、3番手しのいだのが2号艇の小野聖奈、上位体系は1番4番2番です。さあこれで今年は4回目、そして通算では18回目の優勝へ向かってトップでラストターンマークへ向かいます。1号艇は鎌倉涼、2番手が4号艇土屋、3番手に2号艇の小野を従えまして最後の直線コースに戻ってきました。上位の体系は1番4番2番で第12レース優勝戦まもなくゴール。先頭1番鎌倉ゴールイン優勝、4番ゴールイン、2番ゴールイン、3番6番、ラストで5番がゴールイン。今節は4日間のショート開催ながら、日々雨が降ったり止んだり、風向きもコロコロ変わったりと定まらないコンディションでした。そして今日最終日は台風12号の影響もあり、強い向かい風の水面となりました。そんな中、新モーター、新プロペラをうまく調整したファイナル6強が登場です。モーニングレース、朝から唐津第7回ライブキャッチ杯の優勝戦の開始。ここはコースどうなっていくのか、ピット真鍋、良かったのは6号艇の佐々木ですが、まずは一番内側は1号艇の片橋幸隆、若松からの連続優出です。ここまで6戦5勝オール2連隊準パーフェクト優勝に向けまして足は万全の27号機。2号艇の崎見俊介、デビュー3回目の優出、そして地元初優出です。さあ目指すはデビュー初優勝。そして今スローの位置で5号艇の北中元気が3コースに構えていきました。唐津3回連続優出、唐津初優勝を目指します。引っ張りました3号艇の高田明、角の4コースになりました。地元4回連続優出、そして地元連覇をかけてここは角戦4コースです。
5コースが4号艇の鈴木博士、下ろしたてのモーターの中でもメラスパワー45号機、そして6コース6号艇の佐々木博美、最初から手応えありの49号機で好一点の花をパーッと咲かせていきますか。進入体系インコースから1番、2番、5番、3番、4番、6番です。スタートしました優勝戦の第12レース、少し2号艇がへこんだスタートとなりました。さあカード4コースから3号艇出ようとするも5号艇が激しく抵抗、1号艇の片足が先に回り、4号艇の鈴木博士がまくり出して1号艇にだいぶ迫ってきます。1番と4番がトップ争い、スタートは前提正常でした。さあまくり出しが入ってきた4号艇の鈴木博士、残す1号艇の片足行田がトップ争い、3番とは5番と6番です。一緒にマーク4号艇の鈴木が体勢を整えてきっちりと回っていく1号艇の片足、渾身の差しはわずかに届かずか、4号艇の鈴木博士が先頭行きます。2停止の後ろが1号艇の片足、2番手です。後方3分たるすいから5号艇の北中元気が単独で浮上、レースは2周目に入っています。2周1マーク4号艇の鈴木博士が先に回ってそのまま振り切ってきます。包むように回してきました4号艇の鈴木博士、大きなリード。1号艇の片足雪高に2番手水が来ました。3番手5号艇の北中元気で上位の体型は4番1番5番です。2周2マーク4号艇の鈴木博士が先頭で回る。1号艇の片足雪高2番手です。ずずっと引き波にはまってしまいましたが2番手の位置はキープ。3番手は5号艇の北中元気、上位の体系4番1番5番手。レースはこれから最終周回です。水垣2号艇の先見俊介4番手、5番手が6号艇の佐々木博美、最後方は3号艇の高田明です。最後のマーク4号艇の鈴木博士、5コースからのまくり足が見事に決まってきました。そして2番手が1号艇の片足、3番手5号艇の北中です。415の体系、この組み合わせ3連単のオーツは 138.9 倍を示しています。4号艇の鈴木博士、3年7ヶ月ぶりの優勝で通算55回目からつ4回目の優勝に向かいます。415と最終ターンマークを折り返しました。まもなくゴールを迎えます。先頭4番鈴木優勝のゴールイン、1番片足ゴールイン、5番北中ゴールイン、2番叫びゴールイン、6番佐々木ラストで3番だからゴールインです。争奪第31回白波賞競争、いよいよ注目の頂上決戦になります。第12レース優勝戦の開始です。シリーズ6強です。1号艇は市橋隆、2号艇川野真也、3号艇丹下田松、4号艇佐々木和信、5号艇堀本和也、6号艇平見正彦、以上の6名によって争われます。コースはどうやら枠番通りすんなり固まりそうです。人気の中心に押されています。市橋隆がインコースを進入ということになります。船足の仕上げ、そしてスタートの切れ味、隙を見せません。1号艇の市橋、目指すは今年 V5、 そしてモーターパワーでは引きを取りません。2号艇の川野真也がその外にコースに構えそう。センター3コースに続くのは3号艇の丹下田松です。ハイグリップな船足へと仕上げました。センターからの突き抜け狙います。3号艇丹下、その外に続くのが4号艇の佐々木和信、自慢の生き足をフルに活かしたい4号艇佐々木、引っ張っての角、そしてこちらは出足を強烈に仕上げました5号艇の堀本和也、5コースから徳島勢はここインコース、さらにはダッシュ4コースと5コース、そして昨日の神牛激走を今一度6号艇の平見が大外、3対3と分かれました。ホームは向かいの風が3メーターから4メーターです。6艇の進入内から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはセンターから3号艇の丹下ですが、うちの2艇も負けていない。先手を取ったのは1号艇の市橋で、2コース刺したのが2号艇の川野、外から3号艇の丹下となっていますが、バックへ入っての先行争い、1号艇2号艇、先に回った1号艇市橋が少し流れて2号艇の川野が内側から伸びてきた。スタートは前提正常でした。
今こう先に舞うのは2号艇か川野真也、1号艇の市橋がどうするその懐をついて逆転を試みる。ホームへ帰ってきて2号艇の内側からもう一度来るのは1号艇の市橋、届いたかグイッとグイッと前行く。しかし2号艇の川野譲らない。1号艇2号艇先行争いで2周の1マークに入ります。先頭は1号艇か市橋、もう一度逆転を狙う2号艇の川野が差し返していきますが、ここで先頭はリード2艇進歩の1号艇の市橋、2番手追走2号艇川野、3番手に3号艇丹下で上位体系1234番手に4号艇5号艇6号艇が続きます。陰線先舞も1マークちょっと流れた1号艇の市橋、その隙逃さず2号艇の川野が自慢のパワーでザクッと刺してバック先行体制に持ち込みましたが、2マークで渾身の差し返し見事に届かせたのが1号艇の市橋。2号艇川野惜しくも2番手、3号艇丹下トップスタートでした3番手、上位体系は1番2番3番となって今最後のバックへと入っていきます。1マークはヒヤッとしましたが2マークで勝利への執念を見せました。先頭は1号艇の市橋、天ヶ崎2回目、通算では48回目、そして次なる年へもつながります。2節連続今年5回目のてっぺん取りは1号艇の市橋、2番手追走が2号艇川野、3番手に3号艇丹下、上位3艇1番2番3番です。第12レース先頭1番の市橋優勝の5輪、2着2番川野5輪、3着3番丹下5輪、4番5番6番が5輪。以上天ヶ崎第12レースでした。下関九州スポーツ杯争奪戦、6日間の頂点を決めるその時がやってきました。優勝戦第12レース、対戦メンバーは1号艇森安弘正、2号艇別府正樹、3号艇山田城、4号艇三宅健太、5号艇市宮俊弘、6号艇宮田圭司です。さあまず注目コースでしたが、4号艇の三宅ピット離れ本番では互角に出ていきまして、どうやら枠なりとなりそうです。インには1号艇森安弘正、およそ4年半ぶりの優勝へ、予選トップからのこの1号艇で王手となりました人気の中心です。2コース2号艇別府正樹、お盆の優勝モーターを相棒にここまで来ました。3コースは3号艇自身初優出です、125期の山田城、チャンスは十分あります。3コースから枠番通り4コースをキープしました4号艇の三宅健太も自身初優勝がかかります。5コース5号艇市宮俊弘、モーター立て直して終盤は攻めのレースも目立ちました。6コース6号艇宮田圭司、およそ5年ぶりの優勝へ大外からチャレンジです。枠なりの3対3、インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。優勝戦の第12レース、センター3コースから3号艇の山田好スタートですが、伸び返す1号艇の森安が1周1マーク先に逃げる、差しに構えた2号艇の別府、続いて3号艇4号艇押し切っていきました。1号艇の森安弘正、スタートは前提正常でした。さあ一気にリードしました1号艇の森安、2番手は2号艇別府と3号艇の山田が接戦です。1周の2マークは1号艇森安がトップで回り、続いて2号艇の別府、その外を回した3号艇の山田は膨れています。2番手リードは2号艇の別府正樹、3番手が3号艇の山田城、その山田に近づいている5号艇の市宮、外からは4号艇の三宅、離れて6号艇の宮田圭司、2周1マーク1号艇2号艇と回り、3番手は3号艇の山田城、外を襲ってきます4号艇の三宅健太、内からは5号艇の市宮が届いてきました。3番手が3艇の接戦、3号艇山田の両サイド、5号艇の市宮、外からは4号艇の宮武が完全に並んで、さあ3番手誰が取り切るか、2周の2マークは3番手5号艇の市宮がコーナー先取り、3号艇4号艇が続きました。
さあホームストレッチに帰って3番手は5号艇の一宮、5号艇の一宮が一歩かわしてレースは最終周回です。一方先頭は1号艇の森安弘正、最終の1幕2番手は2号艇の別府正樹です。さあ3番手5号艇の一宮が回って外をつけていく、4号艇の三宅健太が攻めのハンドルですが、3番手は5号艇の一宮が一歩前で最終ターンマークとなります。さあ先頭は1号艇の森安、およそ4年半ぶり3回目の優勝がもう目前です。存分に船足パワーを発揮し今節を制します。1番2番の上位の体勢、3番手も3号艇の一宮がキープで優勝戦まもなくゴールです。先頭1番森安優勝の五輪、2番別府五輪、5番一宮、4番三宅、3番山田五輪、そして6番の宮武が五輪。以上優勝戦前提ゴールインしました。ボートレース平和島、今シリーズは6日間の熱戦、ボートレースチケットショップオラで借りは開設5周年記念、いよいよ優勝戦が始まりました。対戦6人バック側、並びは定番順です。1号艇は山本貴之、2号艇井口義則、3号艇松井光也、4号艇吉田俊彦、5号艇金子聡、6号艇野村康友、以上の対戦です。風はホーム緩やかな追い風のコンディション。まずはインコース1号艇山本貴之、シリーズ最多の6勝マーク、予選トップから優勝1枠、ここは人気断然となっています。2コースは2号艇の井口義則、2日目はバースデー、そして4日目は通算1500勝、メモリアルシリーズ優勝で締めくくるでしょうか。3コースは3号艇の松井光也、前回の優勝はここ平和島でした。縁ある水面で再びあるか。引いて角1、4コース4号艇吉田俊彦、2日目からオール3連隊、そして5コース5号艇の金子聡、スタート力ある金子が5コース戦、そして最アウト6コースは6号艇の野村康友、三重からは3人目、今シリーズ6コースからの上位入着もあります。スタイル3対3と分かれました。優勝戦第12レース、進入地から1番2番3番4番5番6番スタートしました。インからトップスタートは1号艇山本、2コースは2号艇の井口、1周1マークへ向かっていきますが、インからは1号艇の山本が逃げていきます。2コース2号艇の井口が差しに構えてバックスレッジへ入っていきました。さあここは陰線、1号艇山本わずかに押し切りました。内迫る2号艇の井口ですが、2番手の位置、1番2番の体勢で1周2マーク、スタートは前提正常でした。内から入っていこうとした2号艇の井口ですが、ここは1号艇山本が振り切って1周2マークの攻防です。2マークは1号艇の山本が先頭、2番手は2号艇の井口旋回、そしてその後ろ3番手の水は混戦になっています。レースはこれから2周目、3番手現在3号艇の松井が一定身ほど前ですが、内から6番野村、さらには4番吉田、5番金子もあまり差がありません。2周目の1マーク、先頭から1番2番とバック側へ入って、3番手は3号艇の松井、その内側から5号艇金子が上がってきました。向こう上面に入っています。3番手の水からは3号艇の松井が一歩前ですが、内から5番の金子上がってきました。5番3番が並走で3番手争い、レースは2周2マークです。先頭1号艇山本、2番手は2号艇の井口、さあ3番手混戦になるかどうか。5号艇の金子、外から3番の松井で直線コース、外握った3番の松井が今度は3番手に上がってくるでしょうか。しかし内側から食い下がっていきます5号艇の金子。3番手争いは大接戦で最終周回です。先頭1号艇山本は優勝へ向かっていきます。2番手は2号艇の井口、3番手は5番の金子、3番の松井、この2人のマッチレースですが、残り半周、3番手争いが決着になります。最終コーナーへと向かっていきます。先頭1号艇山本貴之、昨年11月尼崎以来、今年は初、通算47回目、平和島2回目の優勝へと向かっていきます。2番手は2号艇の井口が追走、3番手は5番3番の競り合いですが、5番の金子、3番の松井、どう決着つくでしょうか。先頭1番山本優勝ゴールイン、2着は2番の井口、3着争いは5番3番3番5番接戦でゴールしました。後ろは4番6番ゴールインです。
選手の動きが注目されます。スタート展示の並びは 1563-24 の4対2の体型でした。本番でも5号艇鈴木、そして6号艇深い動きを見せています。ボートレース三国5日間シリーズで行われてきましたマクール杯、残すはシリーズの頂上決戦です。優勝戦第12レースです。対戦メンバーは1号艇杉山貴博、2号艇本田博和、3号艇大場聡、4号艇上田洋平、5号艇鈴木幸男、6号艇深井俊久、以上のメンバーです。本番でもインコース1号艇杉山貴博、予選トップ通過、準優勝戦トップスタートを決めまして逃げての1着、トーチは連続優勝です。本番でも2コースに5号艇鈴木幸男です。今節も進入から沸かせてきました。ここは2コース、3コースに6号艇深井俊久、準優勝戦は道中も握って前を追って2着に上がっての優勝です。ここも一発を狙います。引っ張りまして2号艇本田博和が4コース、初日の三国選抜含めまして4勝マーク、4節連続で優勝です。5コース3号艇大場聡はメンバー唯一のオール3連隊守ってここは登場、6コース4号艇上田洋平は前節優勝モーター相棒にリズムよく戦って今年初優勝です。進入インから1番5番6番2番3番4番でスタートしました。2号艇本田がトップスタートを切っています。逃げ体勢を作ります1号艇杉山をまくる2号艇の本田、外に行った5号艇の鈴木の内から3号艇大場と4号艇上田、まくった2号艇本田博和が2停止のリードで先頭です。3号艇大場聡が2番手、3番手争い1号艇の杉山、4号艇上田、その後ろ差がなく5号艇鈴木と6号艇深井、スタートは正常です。先頭2号艇本田博和、2番手は3号艇の大場、3番手4号艇の上田に内から1号艇の杉山、3番手争い混戦中から1号艇杉山がわずかに抜けてるか、先頭と2番手の定価も約2停身ほど、2号艇本田が先頭で2周1マークへと向かっていきます。2号艇本田博和先頭です。3号艇の大場2番手、3番手は最内迫る6号艇深井、握っていく1号艇杉山、切り込む4号艇上田、3番手争い混戦、1号艇杉山わずかに前ですが迫る6号艇の深井、内から4号艇上田、5号艇の鈴木最後方で2周2マークへと向かっていきます。先頭2号艇本田博和、3号艇大場聡2番手、1号艇杉山の外握っていく6号艇の深井、内1号艇の杉山、外並びかける6号艇深井、この2艇の3番手争い、4号艇の上田は若干遅れを取って5番手、5号艇鈴木最後方で最終周回です。先頭2号艇本田博和、3号艇大場聡2番手、1号艇杉山のここも外を行く6号艇の深井です。内から小さく回った4号艇上田5番手、3番手争いここで6号艇深井が行ってしまえ、上位体系現在2番3番6番の体系で最終ターンマークです。4コース角からトップスタートでまくって今年3度目通算16度目の優勝に向かう2号艇本田先頭、3号艇大場2番手、3番手6号艇深井の外、1号艇杉山が逆転だったか、3番手争い接戦、先頭は2番本田優勝の5輪、岩手3番大場が5輪、3番手は1番杉山で5輪、6番深井、4番上田、ラストは5番鈴木が5輪です。